こんにちは。ゆっくり霊夢です。こんにちは。ゆっくり魔理沙だぜ。地球にはいろんな島が存在するけど、死にゆく島という異名をつけられた島があることを知っているだろうか。なんか縁起でもない名前だけど、なんという島？その島の名前はレドンダ島というぜ。この島は、実はある出来事をきっかけとして、その名の通りほとんど生き物の住んでいない死の島となっていた。陸地の大部分は植物が育たないような砂漠と化し、沿岸部では海鳥さえも見られない。うわぁ。なんだか荒涼とした無人島って感じだね。レドンダ島は外来種からの影響によって環境破壊が著しく、再生することが不可能だろうと考えられていたぜ。それでも、かつては人が住み、海鳥で溢れかえる自然豊かな島だったんだ。もしかして、それは人間が環境を破壊したということ？ところが、そんなレドンダ島は、現在では自然が急速に復活し、絶滅してしまうと考えられていた島でもが再び繁殖し始めてきているということから、世界も注目している島なんだぜ。死にゆく島が再生？一体どうやって再生したんだろう？それでは、今回はそんなレドンダ島について、なぜ死にゆく島となってしまったのか。また、そんな最も死に近い島はどのような過程を経て、自然を再生させていったのかについて詳しく解説していくぜ。この動画を最後まで見ると、自然破壊とは何か。また、自然の持つ真の力とはどんなものなのか。そして、私たちは自然に対してどのように接していくべきなのかが見えてくるかもしれないぜ。ぜひ最後まで見ていってくれ。それではゆっくりしていってね。まずはレドンダ島の地理から見ていこう。カリブ海西インド諸島に位置するレドンダ島は、面積は約 1.3 平方キロメートル。火山性の岩の小島で、島の周囲は険しい崖が多い、カリブ海に浮かぶ無人島の一つだ。カリブというと、海賊とか、リゾートのイメージだね。レドンダ島は、アンティグア、バーブーダという小国に所属している島だぜ。聞いたことない国だね。日本人には馴染みがないかもしれないな。でも、アンティグア、バーブーダに所属しているとはいえ、レドンダ島は切り立った崖のような構造をしている島なので、現在では人は居住していない。確かにとんでもない断崖絶壁の孤島だね。よほど住みづらい島なんだろうな。でも、これまでずっと無人島であったわけではないんだ。天然の資源が豊かであったことから一時期人間が植民地的に生活していたことがあったんだ。人間が全てその資源を奪ってしまったのが原因で死にゆく島へと変貌したのかな？温暖な気候であるカリブ海は、5月から11月までの半年間は雨季で、突発的にハリケーンと呼ばれる嵐が発生する。そのために、人がいなくなった後に残された採掘施設は倒壊し、そのまま再建する目処が立たずに現在では無人島になってしまったんだ。ハリケーンってそんなにすごい威力なんだ。でも、それ以外で言うとレドンダ島は比較的過ごしやすい環境なんだぜ。亜熱帯に属しているので1年を通して気温が30度前後となっているものの、北東貿易風と呼ばれる乾燥した風の影響で雨も少なく、島でありながら乾燥した気候だ。このハリケーンさえなければ過ごしやすい島のようだね。さっきも説明したけど、レドンダ島は、アンティグア、バーブーダと呼ばれる国に属している島だ。だからレドンダ島は、アンティグア、バーブーダの領土とされている。ところが、不思議なことにレドンダ島はレドンダ王国と呼ばれる国が存在していて、その王政が今現在でも続いているんだぜ。え？一体どういうこと？無人島なんじゃないの？アンティグア、バーブーダの成立は1981年だ。でも、それ以前にはスペインやフランス、そしてイギリスの植民地として扱われてきた。そして、その時期のレドンダ島は植民地化するにはあまりに過酷な崖で形成されていたために、誰も手をつけていない状況だったぜ。こんな断崖絶壁の島だから仕方ないよね。そんなレドンダ島の状況を利用して、あるアイルランド人の貿易商が1865年に無理やりレドンダ国を建国したんだ。勝手に？それからというもの、レドンダ島にはレドンダ王国が存在することとなり、同時に王位も今日まで継承され続けているんだぜ。昨今は王位継承権の正当性を主張する人物が何人も連立してしまい、状況が錯綜しているようだ。そんな、誰が王様かわからないような島なのに、国として認められているの？いや、この国は他国の認証なしに勝手に建てられた国で、どこからも認証されてないんだぜ。なので、レドンダ島はレドンダ王国のものではなく、アンティグア、バーブーダ所有の島であるという方が正しい。なんだか厄介な歴史がある島なんだね。レドンダ島は亜熱帯気候なので、当然その植生も亜熱帯植物だ。でも、死にゆく島と称されていたことから、レドンダ島の自然は一時期ほぼ壊滅状態に陥っていた。現在ではその大部分が改善され、自然豊かな環境を取り戻しつつある。一体そんな無人島をどうやって復活させたのか気になるね。
その話は後で詳しく説明するとして、現在の島の自然について解説しておくぜ。レドンダ島は絶海の孤島のような状態のため、多くの生き物にとって生きていくことは容易ではない。そのため、大型の哺乳類は島に生息していない。主な生物は爬虫類と鳥類だ。鳥類はレドンダ島特有の断崖の側面に巣を作る種が多く、多くの鳥が崖の表面を行き来している姿を見ることができるぜ。断崖に生息するような海鳥だね。また、爬虫類は小型のものが多く、この島特有の固有種が数種類生息している。ただし、トカゲに関しては現在では少なくとも一種類だけ絶滅してしまったと考えられている。また、植物に関しては、レドンダ島の再生を経て年々その数を増やしているぜ。砂漠化していたような島だったのに、2012年に行われたレドンダ島に自生する植物の種類の調査では、約17種類しかなかったのに、2019年の調査では88種類にまで増加しているぜ。10年も経たない間にそんなに増えたの？現在では、さらにその数は増えていることだろうな。一体どんな方法で増やしたんだろう。ワクワク。アンティグア、バーブーダはレドンダ島を含めた3つの島からなる国で、その規模はあまり大きくはないぜ。人口も少なさそうだね。人口はおよそ10万人程度で、決して裕福とは言えない国だ。そんな国なのに、一体どうやってレドンダ島を再生させたんだろう？環境保全活動というのは、国に余裕がある状況でなければ簡単にできることではないぜ。アンティグア、バーブーダのような小さな国では観光業しか頼みのつながない。以前はオンラインカジノが国の収入源だったけど、それも今では違法とされているし、貿易事業も大幅な赤字状態だ。国の経営はうまくいっていなさそうだね。もちろんアンティグア、バーブーダは死にゆくレドンダ島のことを知っていたけど、他に優先することが多くありすぎて全く手が出せない状況だったぜ。そんな経済的に苦しい国だったのに、一体どうやって島の環境保全を行うことができたんだろう？クリストファー、コロンブスは大航海時代を代表する航海者であり、東回りの航海路が主流だった中、世界旧大説を信じて西回りの航海に挑戦した人物だ。新大陸を発見した人だよね。まあ、新大陸といっても、元からそこに大陸はあったわけで、コロンブスは西洋世界で初めて大西洋を横断して、アメリカ大陸に到達した人物ということになるな。コロンブスは主に大西洋とカリブ海を中心に活動していた。実はレドンダ島もコロンブスによって1493年に発見されたんだぜ。そうだったの。名前もその時にサンタ、マリア、ラ、レドンダと命名された。レドンダとはスペイン語で、丸いという意味で、島がほぼ円形だったことが由来だぜ。そんな意味だったんだ。ただし、切り立った断崖の島だったため、コロンブスたちはこの時上陸していない。当時のレドンダ島は、海図に記され、航海者の目印としてしか機能していなかった。まあ、この絶壁を見たら普通諦めるよね。その後、カリブ海沖の島々は、列強と呼ばれる強力な国力を持った国によって属領化されていくことになる。19世紀になるとイギリスがレドンダ島の領有を宣言し、その統治はアンティグア、バーブーダとして独立する直前まで続くぜ。それにしても、なんでこんな断崖絶壁の孤島をイギリスは領土にしたの？実は、レドンダ島には眠っている資源があったんだ。眠っている資源？大航海時代のレドンダ島には多くの海鳥が岩壁沿いに巣を作り繁殖していた。多くの海鳥が密集して生活していたので、レドンダ島の海岸沿いには大量の糞尿が散乱していたぜ。あらま、自然の生態とはいえ、ちょっと不衛生な感じだね。ところが、この海鳥の糞尿は人間にとってとても重要な資源になるんだ。糞尿だよ。海鳥やその他の生き物の糞尿が風化し化石化したものを、グアノと呼ぶぜ。グアノ？このグアノは長い年月を経て化石化することで糞化石質輪鉱床に変化する。輪鉱石はとても幅広く用途があり、特に肥料に混ぜることで、植物の成長を促進することができる、とても優れた資源だったんだ。農業の役に立つ資源だったんだね。その他、現在では金属加工の分野にも使用されることがある物質だ。このレドンダ島の海岸沿いに堆積していた糞尿は、まさに時間によって姿を変えて輪鉱床となっていたんだ。まさか鳥の排泄物が資源になるだなんてびっくりだね。輪鉱石の価値を知った人間は、レドンダ島に無数に存在しているグアノを採掘することにした。そのために採掘用の小屋や一時保存する施設などを建て、島に定住する人も現れ始めたぜ。それで人が住むことになったんだね。でも、第一次世界大戦が勃発すると、レドンダ島の輪鉱礁施設は放棄されてしまった。当時の輪鉱石の主な使用用途は農業関係に集中していたので、戦争によってレドンダ島に人員を割くことができなかったのかもしれない。
そして、結果としてレドンダ島から人間が完全に消えてしまった。また無人島になっちゃったんだ。後にレドンダ島に大型のハリケーンが何度も来たことによって、当時建てられた採掘施設も倒壊してしまった。レドンダ島は完全に忘れ去られた島となってしまったんだね。人間は完全に撤退してしまったレドンダ島だったけど、人間が存在していた名残は残っていたぜ。人間は島にいらぬ置き土産をしたんだ。なんだろう？レドンダ島の環境を破壊したのは、グアノを採掘しようと入植した人間ではない。え？人間がグアノを取ろうとして、レドンダ島の木々を伐採したり、動物の住処となるような植物を破壊していったわけではないの？そんなことはしていない。ただ、人間はある生き物たちをレドンダ島に持ってきてしまい、それを放置してしまっただけだ。生き物？一体その生き物って何？その生き物とは、ヤギとネズミだぜ。え？ヤギとネズミ？ヤギは家畜として連れてきたんだろうけど、なんでネズミ？人間がわざわざ持ってきたの？いや、ネズミに関してはどうやら人間と共に船に乗ってやってきてしまったようだ。絶海の孤島であるレドンダ島は、決して自然に持ち込まれることのない生き物である。ヤギとネズミを人間が持ち込んだことで、その後、破壊されていくことになる。ちょっと大げさな。だって、ヤギとネズミだよ。ヤギは人間が家畜として飼っていたものが野生化してしまい、ネズミはレドンダ島を行き来する船に勝手に乗ってやってきて、島内で野生化していった。でもヤギもネズミもそんなに害があるような動物に見えないけどね。どうやったら温厚そうなヤギや小さなネズミが島を破壊するの？ネズミは主に小型の動物などを捕食してしまい、ヤギはレドンダ島に自生している植物のほとんどを食い荒らしてしまった。その結果、レドンダ島の自然は消滅の一途をたどってしまい、死にゆく島という不名誉な別名をつけられることになってしまったんだ。どうしてこんなことになっちゃったの？さっきも説明した通り、レドンダ島には大型の哺乳類が存在しない。つまり、ネズミを捕まえるような猫科や犬科の動物がいないということだ。小型の爬虫類くらいしかいないレドンダ島には大型の猛禽類も存在しない。それは、レドンダ島内にはヤギやネズミを狩る動物がいなかったことが原因で破壊されたということ？天敵がいない環境はヤギやネズミにとっては天国だろうな。でも、生態系のバランスという観点から考えるととても最悪な状況だ。食物連鎖の生態系の中で、食べる方の捕食者に外敵がいないと、この捕食者は爆発的に増えていくぜ。まさかヤギとネズミで島が破壊されるだなんて信じられない。そしてついには砂漠化が始まった。地球の一般的な大地には様々な植物が生息し、そこに多様な生き物が生息している。植物が根を張ることで水分が地中に蓄えられ、植物が育ちやすい環境が促進されるぜ。その植物を住処にしたり食べ物とする生き物が生息していくんだよね。こうして豊かな大地は育まれていく。だけど、ヤギとネズミの爆発的繁殖はそれらを完全に根絶やしにし、レドンダ島を砂漠にしてしまったんだ。ヤギの主食は低層や低い位置に生えている木の芽などだ。ヤギは硬い植物でも食べることができる。他にも、食べている間に他の植物を足で踏み倒してしまうといったことから、ヤギによってレドンダ島の植物は急速に消えていってしまった。ヤギが一種類いるだけで、島中の植物がなくなっちゃうんだ。また、ヤギは切り立った壁をも登ることのできる習性を持っているぜ。としたら、レドンダ島の断崖絶壁はヤギにとっては何でもないんだね。そして、ネズミは雑食の生き物だ。何でも口に入れてしまう貪欲な習性を持っている。レドンダ島で繁殖したネズミは、レドンダ島の固有種であるトカゲを主に食べ、その中の一種類を絶滅へと追いやってしまった。ネズミってトカゲも食べれるの？他にも、絶壁に作られた海鳥の巣にある卵やヒナも食い荒らす。人間が島に来る前までは海鳥の楽園のような場所だったレドンダ島だが、ネズミによってレドンダ島は海鳥も近づかない島に変わってしまったぜ。ネズミって繁殖力も強いからね。つがいが一組いれば、きっとネズミ残敷に増えていったことは想像できるよね。これらの要因が重なったことで、レドンダ島から植物が消え、そして生き物も消えていってしまったんだ。植物が消えたレドンダ島の内側は、乾燥した大地がむき出しになった箇所もあり、そこから砂漠化が広がっていくこととなった。天敵がいないせいで、ヤギとネズミがこの島の頂点になったということだね。レドンダ島は、すでに固有種の存在自体は知られていた。そのため、レドンダ島のこうした現状を知った多くの団体が島の再生を願うようになったぜ。このままでは、まだ残されているわずかな固有種も絶滅しかねないからね。そして、何十年という年月の計画のもと、NPO 法人の働きとアンティグア、バーブーダ政府の意向によって、レドンダ島の再生プロジェクトが始動された。ここからは、レドンダ島の再生が始まるんだね。小さな島とはいえ、きっと巨額の資金が必要となることだろうね。
レドンダ島の再生には、まずはじめにやらなくてはならないことがあった。それは害獣とされているヤギとネズミの駆逐だ。レドンダ島にどれだけ植物を植えたとしても、やっぱり根本的な原因であるヤギとネズミをなんとかしないと意味がないからね。それら人間が持ち込んだ外来生物を捕獲する計画が進められたぜ。島には60頭ほどの野生のヤギがいたけど、彼らはとても頭が良い生き物なので、罠を作っても引っかかることがなく人々は頭を悩ませた。いきなり第一難関。最終的には人海戦術に頼ることとなった。多くの人手を使ってヤギを追い立て、ヘリコプターで本土に空輸されたぜ。うわぁ、ヘリで連れ出されたんだ。この方法は成功し、丁寧に運び出されたヤギたちはアンティグア、バーブーダ政府に保護されたぜ。次はネズミだね。ネズミはさすがに人海戦術というわけにはいかないよね。家畜としての利用が見込めないネズミに対しては、殺素剤を練り込んだ餌をレドンダ島の各所に置くことにした。でも、レドンダ島の大部分は歩くのに苦労するような場所ばかりだ。そこで多くの登山家たちを雇って島の隅々にまで毒入りの餌を置いたぜ。まさか登山家がここで活躍するとは。こうして約6000匹ものネズミを駆除することに成功したんだ。これで、問題となっていたヤギとネズミについては解決したんだね。ここまでの成果は目を見張るほど素晴らしいものだった。だけど、レドンダ島の再生プロジェクトにおけるクライマックスはここからだ。なになに？一体どんなことをしたの？島を美しくするために管理人さんを置いたとか？研究所を作って、島の生態を調べたとか？そんな世界が注目するような再生プロジェクトって一体どんなことをしたんだろう。まあ、焦るな。害獣の排除に成功した NPO 法人の人々は、何もしなかったんだ。え？何もしなかった？そうだ。何もしていない。彼らは一旦様子見をして、レドンダ島が害獣がいなくなったことによってどのような変化を見せるのか、自然の再生スピードはどれほどのものなのかということを経過観察することに決めたんだ。何もせずにただ見るだけ？そんなんじゃ砂漠化していたような島に緑は増えないよ。ところがその結果、レドンダ島は人間がほとんど手を加えていないのにもかかわらず、ものの5年ほどでほぼ完全な状態にまで復活してしまったぜ。砂漠化していた大地には草が多い。島内に存在している植物の種類は害獣の駆逐以前と後で比べると5倍近くにまで豊かになっていた。そして、ほとんど死滅したと考えられていたレドンダ島固有のトカゲも、絶滅した種以外は安定した個体数にまで回復したんだ。嘘でしょ？人間が何も手を加えないのに自然に回復したというの？さらに、海岸沿いには姿を消していた海鳥も現れ始め、今では巣の中で繁殖しているヒナの姿も見られるそうだ。一体どんなマジック？これはマジックなんかじゃないぜ。死にゆく島と化していたレドンダ島は、その名前とは一転して再生の象徴として世界に知られるようになっていったんだ。それってもしかして、外来種を追い出してあげただけで、自然の再生には、人間が必要以上に手を加える必要はないということ？ある一定の補助を施した後は自然の治癒能力に任せることが、もしかしたら最善なのかもしれない、ということになるな。信じられない、これこそまさに奇跡の再生だよ。このレドンダ島の破壊と再生の物語は、世界が注目することとなったぜ。レドンダ島の奇跡の再生は一体どんなことを私たちに教えてくれているのだろうか。確かに、たった2種類の外来生物を持ち込んだだけなのに、島は死にゆくほどに変わり果ててしまったよね。レドンダ島には島固有の生き物が何種類も生息していた。普通、生き物は一度完全にいなくなると、二度と復活することはない。そうだね。だから私たちはそんな絶滅しそうな種をレッドリストにして、絶やさないよう注意喚起をしているんだよね。完全に絶滅してしまう前にその生物を守る必要があるよね。そのためにはその生物を守る環境を作らないといけない。例えば、レドンダ島の場合、固有の鳥類や爬虫類を守るためには、人間についてきたネズミを何とかする必要がある。また固有の植物を食い荒らすヤギも島から遠ざけることが重要だったな。まずは破壊の原因を取り除くということだね。もう一つは、自然が持つ治癒能力だ。多くの環境保全活動において、私たちは人間が率先して自然保護に関わることが大事だと考えてきた。私も、てっきりこんなに劇的に復活させるのにはきっと人の手が加わったと思ったよ。自然保護には、人間が生き物を保護し、人間が生息環境を手厚く整えてあげることが大事だという風潮があった。でも、実際は、レドンダ島は害獣となる生き物を排除しただけで、何もせずとも自らの力で再生していったんだ。このレドンダ島の事例を見ると、これから環境保全活動をしていくにあたって、私たちはどのように行動するべきかちょっと考えさせられるね。人間が主導的に介入していく従来の方法ではなく、ネックとなる事柄を取り除いた後に観察することに徹する方法に変えれば、
人間側の負担も大きく減らすことができる。それだけでなく、きっと再生もより自然な形で行われるかもしれない。もしかしたら、私たちはいろいろ考えすぎて、いらぬお世話を焼いていたのかもしれないね。こうして、死にゆく島と呼ばれたレドンダ島は、現在再生の象徴となったわけだ。ここからは再生したレドンダ島に戻ってきた生き物について紹介するぜ。どんな生き物がいるのかな？ポリドセリス、アトラタスは、レドンダ島固有のトカゲだ。このトカゲの大きさは日本でも普通に見ることのできる野生のトカゲとあまり違わないぜ。それでもこの島の固有種なんだね。このトカゲは一時期ネズミによって個体数が激減してしまい、存在を確認すること自体大変なほどだったぜ。ネズミという天敵がいたことで警戒心も高く、滅多に人前に出ることはない。不要な天敵から解放されたトカゲは、現在ではレドンダ島の至るところで見ることができるようだ。なんで急に天敵のネズミがいなくなったのか不思議に思っているかもしれないね。他にも固有のトカゲは数種類いるぜ。レドンダ島の再生によって、貴重な種が生き残ることができたわけだね。軍艦鳥は、レドンダ島の海鳥の一角を占めている。熱帯や熱帯地域の海岸や海上に現れる鳥だぜ。軍艦鳥って、あの喉にある大きな赤い袋の鳥だよね。喉袋といって、オスの軍艦鳥は胸元の喉袋を求愛の時に膨らませ、他のオスとその大きさや美しさを競い合って、つがいを見つけるぜ。海鳥もレドンダ島に帰ってきたんだね。軍艦鳥は翼を広げた際の大きさが2メートル以上にもなり、滑空する際は時速 180km ほどにもなる大型の海鳥だ。数日間もの間休むことなく海上を飛ぶこともできるぜ。名前の通り軍艦みたいにパワフルな鳥なんだね。ただし、長く飛べるためか、日本の太平洋にも時々現れたり、海鳥なのにもかかわらず、その羽は撥水性がとても悪く、万が一海に落ちた場合は大抵溺死する、ちょっと不思議な鳥だな。太平洋を渡ってくるの？水に着水して休めないんだ。いろいろ突っ込みどころがある鳥だね。軍艦鳥には様々な種類があって、レドンダ島には複数種類の軍艦鳥が生息しているとされている。以前はネズミによって卵やヒナが食い荒らされてしまい、レドンダ島から姿を消してしまっていたぜ。それがレドンダ島に帰ってきたんだね。近年ではその個体数が徐々に増えていて、グアノが形成されるような昔の海岸に戻るのも近いかもしれないな。昔みたいなうんちだらけの島にも戻るってことだね。そしてカツオドリも軍艦鳥と同様にレドンダ島に生息している主な鳥類だ。軍艦鳥とは対照的に体長は1メートル弱ほどの、中ぐらいの大きさの鳥だぜ。カツオドリ？カツオが好物なの？漁師の間では、カツオドリがいる場所にはカツオがいるので目印にしていたため付けられた名前だ。そんなに大型の鳥じゃないのにカツオなんて大きな魚を食べるの？実際はカツオが食べていた小魚を狙っていただけだ。カツオドリとカツオは同じ小魚を狙っていたから。間接的にカツオドリのいるところにカツオがいることを漁師に知らせていたということだな。そういうことか。でも、見た目に反して体重が重く、軍艦鳥の約2倍も体重がある。そのため長距離飛行はあまり得意ではなく、高く飛ぶよりも海面付近を飛ぶことが多い。だから海中の魚を捕る機会も多く、泳ぎも得意なようだぜ。軍艦鳥とカツオドリはお互い住み分けができているようだね。そして、カツオドリも軍艦鳥と同様にネズミによって住処を奪われていた。ネズミ駆除によってレドンダ島に戻ってきた鳥だぜ。昔のような海鳥の活気に満ちた、レドンダ島に戻るのもそう遠い未来ではなさそうだね。というわけで、今回の動画は以上だぜ。死にゆく島、レドンダ島について、なぜ死に向かっていったのか。そして、その再生について紹介してきたぜ。かつては人間が持ち込んだ動物によって、まさか、外来生物を取り除いただけで、自然の力で復活することができただなんてまるで奇跡のような島だよね。いかに自然の治癒力がすごいかということがわかる事例となったぜ。環境問題が取り沙汰されて、人類はたくさんのお金と労力を使って回復させようと頑張ってきたけど、もしかしたら、放っておくだけで復活することもあるのかもしれないね。これから自然とどのように付き合っていくべきなのかを考えさせられたよ。この動画が面白いと思ったらチャンネル登録とグッドボタンをポチッとしてもらえると嬉しいぜ。よろしくお願いします。それでは最後までご視聴ありがとうございました。